中年はタッキーです。以前の動画からもねよく言ってたんですがね、今4台のカメラで試写してるんですけど、ニコン F、F2A で、オリンパス、ペン FT で、ヤシカハーフ17、この4台でね取り比べるの企画をねやってるんですが、これなかなかね4台のカメラで撮るチャンスって少なくてね、進行スピードが遅かったんですけど、ようやく1台目が撮り上がりました。で今回はねニコン F で、コダック T-MAX100 で撮った写真をね紹介する企画になるんですけども、ニコン F2 ちょっと今日はねカメラ下ろしてるんですが、 F2 も撮り上がっております。でどちらもね T-MAX100 で撮ってるんですよ。で何が違うのと何が違うのってね、現像液が違うんですね。今回は、T-MAX100 ニコン F フォトニックで T-MAX デベロッパーで現像した写真を紹介していきます。で次回はね F2 に、T-MAX100 でスーパープロドール、富士のスーパープロドールで現像した写真を、紹介していくんですけども、まあ今回は、まあとりあえずニコン F で撮った写真を紹介していこうと思います。それでは動画スタート。今回使用したカメラ、このニコン F フォトミック、使用したレンズはニッコール SO と 50mm の F1.4 です。まあ、言わずもがなというカメラですね。ニコンの初めてのフラッグシップカメラをベースに、フォトミックファインダーを乗っけたやつになりますが、非常にね、使用感が良くて大好きです。音もね、すごくいいですね。とにかくこのカメラ本当に音がいいんでね、好んで使いたいんですけど、なかなかチャンスがね少ないんでね、なんか無理やり使ってる感もあるんですけどね。で使ったフィルム、T-MAX100 コダックの T-MAX100 モノクロフィルムですが、今回ねいつものドリームロコモーティブ様に提供していただいたフィルムでね撮ってるんですけども、価格はね現在結構上がってて、Amazon でね、5本セットで5100円送料込み。まあ最近のモノクロフィルムの価格としてはまあ標準的な価格っていう感じなんですけど、まあ感覚麻痺してきたっていうか、まあ慣れっていうのは恐ろしいですね。これが普通の価格に思えてしまうというね。で、B&H フォトでは、9ドル50セントぐらいなんで、B&H で買う理由は特にないと思いますね。別に国内で買っても同じぐらいの価格になってしまいます。長巻きを購入すると B&H フォトでは119ドル、という約1万3000円ぐらいですか、1万3000ちょいか、でこれをね、22本できたと、36枚撮りが22本できたとすると、だいたい620円ぐらいになるんで、長巻きでパトローネに詰めても1本620円前後になってしまうというね、結構お高いフィルムになってきます。まあ、長巻きにするとね、まあ、標準的な価格になるんですけど、まあ、B&H で購入して長巻きで作ってもこのぐらいの値段か、うーんって感じですね。うん、まあ、しょうがないことはしょうがないです。コダックさんすごい値上げしてますし、まあ、リバーサルフィルムとかに比べるとね、随分安いものになっていくんでしょうけど、まあ、T-MAX100 ね、T 粒子、コダックのね、フィルムで T 粒子ということでね、まあ、コントラストも比較的高めの期待できるフィルムであります。粒子もね、細かいので、結構ね、高精細な写真が、期待できるフィルムになってきますね。で、T-MAX といえばね、T-MAX デベロッパーなんですよ。これ結構ね使い勝手が悪いというか、液状のね最初から液体の現像液なんですね。富士のねスーパープロドールとかミクロファインっていうのは最初は粉状で溶かすという作業がいるんですけど、まあ使い勝手といえば混ぜるだけでいいんで、使い勝手がいいといえばいいんですが、まあその結構の量ができてしまうんですね。一回攪拌すると、でそれを使い切るのにどうかっていうね、個人レベルではちょっと使いにくい現像液であるとは思います。で今回はねこの現像液もね、ドリームロコモーティブ様に提供いただいたので、ちょっとこれね温存してたんですよね。この試験ができるまでね、スーパープロダクトとねどう
変わるのかなっていう。で、今回は、TMAX デベロッパーで、22度現像時間が7分、で現像した、やつのね、作例をね、上げていくんですけども、まあ、あの、解像度が高い、微粒子フィルムということでね、まあ、ニコンの、レンズ、カメラを選んだわけなんですが、どんな仕上がりになったのか、ここからはね、ちょっと作例になってまいります。はい、作例ですがね、ちょっと現像時間が長かったのか、シャッタースピードが遅くなってるのか、やや難聴な仕上がりになっておりますね。まあ、流浄感はね、まあ、こうして見る限りはもうほとんどわからないレベル。で、レンズの解像度も手伝って非常にシャープな写真が撮れてます。このね、木の表面なんか非常に生めかしい写りになっているのがよくわかると思いますね。まあ、で、シャドウ部分はね、やや潰れ加減になっております。強い光の下でもハレーションとかはあんまり出てないように、見えるカットが多かったですが、今回はちょっと直撃のやつはね、レンズが、乱反射したので、採用してないです。作例には採用してませんね。10枚ぐらいしかね、まあ、まともに写ってるのはなかったんですが、まあ、こんな感じでちょっとね、やや難聴ですね。現像時間もうちょっと短かった方が良かったかな。結局、シャッタースピードが多分遅くなってると思うんですね。250分の1で多分225分の1ぐらいになってると思う。まあ、10% ぐらい遅くなってるんで、現像時間も 10% ぐらい短くすりゃよかったかなって感じだったんですが、まあ、これメカニカルカメラでね、まあ、古いカメラであるので多少は仕方ないんですけど、まあ、それでもこの写りだったらまあ満足かなっていうフィルムだと思います。今日の写りだったらね、富士のね、ネオパンアクロス、まあ、ネオパンアクロス2、まあ、この辺と比較してもね、あんまり変わらない写りになるかなと思いますね。でも値段的にはね、アクロス2より、まあ、まとめ買いすればの話ですけど、ちょっと安いのかなって感じになります。コダックね、結構値上がりね、最近ものすごい値上がりしてるんですけどもね、まあそれにしてはまあ抑えてるなって感じですかね。ね、長巻きでも入手できますし、まあ長巻きで買うということになると、アクロスよりもね、かなり安い価格で、仕入れることが可能になってきますが、まあ、長巻きで仕入れるとどうしてもね、自家現像が、まあ、前提になってきます。自家現像するとなるとやっぱ現像液ということでね、現像液がね、TMAX デベロッパーね、最初から液状であるんでね、で、その、たくさんできるんで、まあその、D76 とかね、スーパープロドールでね、現像できた方がね、やっぱりね、いいんじゃないかなと。一応ね、D76 でもね、現像することができます。コダックのね、サイトには D76 のちゃんと参考時間が書いてありますし、次回紹介するね、SPD で現像したやつ、SPD の現像時間は D76 と同じ時間に合わせてます。D76 現役とね、富士スーパープロドールの、50% 希釈が大体同じ時間なんですね。D76 の現像時間が、公表されているフィルムはちょっと使いやすいなっていうね感じでね使ってるんですけどもね。まあ、次回の動画ではその辺を紹介していきますが、まあ、現像液がね、たくさん種類があって、いろんな現像液を試すっていうのも試すっていうのも面白いんですが、僕は今のところ、その TMAX デベロッパーと、SPD ぐらいしかまあないということになりますね。自家現像するとなるとどうしてもやっぱ入手しやすい現像液。で、何より重要なのがね、この高級的に、入手できるであろう現像液というのが大事になってくるんですけど、まあ富士の現像液は果たしていつまで入手できるのかっていうのはちょっと、まあ雲行きが怪しいんですが、ネオパンアクロスが販売されてる間はミクロファインか SPD どちらかは残るだろうって僕的には思ってます。残ってもらうと困るんでね、富士のね、フィルムはあるのに現像液がないって、これどういうことやねんみたいな話になっていきます。残っていくと思いますね。値段はね、SPD が安いんですよ。一袋、1リッター分がね、だいたい300円いくかいかないかぐらいなんですね。で、20本、ま、セット購入とかだったらもっと安くなるんで、まとめがするともっと安くなるんでね、現像液の価格はね、圧倒的に富士が安いです。でも、停止液はね、まあ、酢酸とかでいいとして、定着液なんですね。コダックはね、まあ、定着液は別に何でもいいんですけど、富士の、スーパーフジフィックス L でいいんですけどね、定着時間が結構かかります。今回もなかなか抜けなくて、結局ね、7分間ぐらいは定着しました。結構濃い定着液、通常のね、定着液でやったんですが、
7分間ぐらいは定着にかかりましたね。まあ定着はやりすぎてもね、差し支えないとは思うのでね、まあ適当ではいいんですけど、抜け切るまでちょっと我慢が必要っていう感じになりますんで、まああの定着液をね、捨てる前に別にね、もう定着に使ったらもう蓋開けて構わないのでね、現像タンクのね、蓋を開けてね、あの白っぽい状態になってないか、向こう、フィルムの向こうがちゃんと透けた状態になるまでね、定着をしっかりしていただくことがポイント。これコダックのね、モノクロフィルムは大体同じような感じになりますね。コダックだけ異様に抜けが悪いんですよね。まあ、他のメーカーはね、大体スパッと抜けるんですけど、コダックは抜けが悪い。まあ、トライ X とかもそうですね。まあ、プラス X とか使ったことがないね。もうないんでね。プラス X とか使ったことがないんでわからないんですけど、大体コダックのね、フィルムは定着抜けが悪いです。まあ、この辺はね、自家現像してる人しかわかんないということで、何言ってんのっていう人もね、たくさん、今日はね、ちょっと、結構マニアックな話になってるんですがね、まあ、ニコン F、フォトミック FTN で、まあ、TMAX100 で撮影してきた作例でした。まあ、次回はね、その、F2 フォトミックで撮影して、まあ、レンズは同じニコール S オート 50mmF1.4 なんですけど、似たような、写真がゾロゾロと出てくるんですが、比較の動画になっていくんですね。まあ、こうご期待ということで、まあ、とりあえず第1弾ということで、ね、今日の動画はこんな感じ。ここからは視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日の作品投稿トップバッターは北野隆さんですね。こんにちは。体調良くなりましたでしょうか。今回は1枚投稿します。秋の日かな、これ。カメラコニカミノルタディメージ Z5 ついてるレンズは GT35-420F2.8 から 4.5 です。プログラム補正マイナス1で撮影、ハードオフでジャンクで購入しました。2005年発売のオールドデジカメです。500万画素のスペックですが、自分には好きな写りですってことで写真なんですけどね。これレンズなかなかですよね。左の方にちょっとフレアが広がってますがね。で、秋のね、こういうの落ち葉、こういう写真非常に好きですね。なかなかいい写りになっております。まあ、コンデジになるんでしょうけどね、16対9でなく4対3ぐらいの、フォーマットになってしまう。これしょうがないのかな。これ、スマホのカメラでもそうですよ。なんでこうなるんだろうね。いつも思うんですけどね。まあ、素晴らしい作品だと思います。どうもありがとうございます。次がね、サムライジャパンさん、2枚ですね。お疲れ様です。あっという間に11月ですね。2枚投稿します。1枚目、岩と苔と倒木、カメラオリンパス 35RC コダックカラープラス200。2枚目はミラーレスペンタックス K01、レンズが SMC タクマ 85mmF1.8、 タイトルは木漏れ日探しということですね。で、作品なんですけど、1枚目光は特にないんですが、これタイトルがね、岩と苔と倒木ということで、まあ、環境的には光がない場所になってしまうはなってしまうんですね。もう瞬間でも光が差し込んでおれば美味しい写真になってたかも。で、2枚目なんですけど、2枚目は逆に光がたっぷりある写真なんですね。これは美しいね。やっぱり光がある。特にメインの下であるあの葉っぱは、あの透過光を利用してね、虫食いの跡がある非常にね、印象的な写真になっております。葉っぱの、あの日が直接当たってる、ところはね、もう飛んでおりますがね、これ光の境界線になってるんでね、もう十分これでいいと思いますね。いい写真です。サムライジャパンさん、ありがとうございます。次は楓さんですね。こんにちは。作品を2枚投稿させていただきます。使用機材は前回に引き続きジャンクの F5 と RMC トキナ 3570F4 With1B スカイライトフィルター、スカイライト、フィルムはカラープラス200です。1枚目グリーンフィールド、2枚目が、淡々とということで、京都南禅寺には、水路閣というですね、宣言明けでたくさんの人がいたので、あえて水路閣を背景に、焦げ蒸した岩を被写体に撮ってみました。2枚目は、南禅寺から帰りに立ち寄った平安神宮で、長寿者を、
開放で撮影、AIS による露出レンズなので、F5 島の速攻ができず手前が飛んでしまいましたが、開放から割と改造してくれるレンズでしたということですね。で、作品なんですが、グリーンフィールドから行きますが、光はまあ、そこそこという感じなんですけどね、岩がやはり苔むしているということで、まあ、光が届きにくい部分であると思いますね。これもっと寄って背景をぼかしても面白かったかな。で、2枚目なんですけど、これ2枚目はね、まあ、開放で撮影して光もたっぷりあるということでね、まあ、見事にね、この、水の動きが完全停止、みたいな感じで止まっております。まあ、流浄感ね、ちょっと出ているんですが、非常に印象的な写真になっていると思いますね。カエルさん、ありがとうございます。次は、まさくまさんから2枚ですね。おたっきさん、いつも YouTube 楽しく拝見させていただいております。まさくまです。よろしくお願いします。ライブの時にオリンパスペンシリーズのおすすめを聞いたところ、E2 と教えてもらいましたので、購入しました。ハーフサイズは初めてで、72枚は大変だなと思っていましたが、楽しくてあっという間に取り切りました。その中から2枚投稿させていただきます。フィルムコダック200から1枚目のお題、ふわっと、です。露出オーバーでピントも甘いと思ってます。デジタルでは没写真ですが、フィルムだと雰囲気がとても好きで選びました。2枚目、心和む時。以上です。よろしくお願いします。ということですね。で、写真なんですけど、1枚目ね、これかなりの露出オーバーになっておりますね。まあ、ペンシリーズそこまでね、逆光に強いレンズではないんですけど、なんかそれ以上にね、フレアが広がってる感じですね。ちょっと不思議。で、2枚目なんですけど、2枚目もね、逆光写真ではありますが、こちらはしっかり写っております。これね、ちょっとハーフカメラとは思えないですけどね、オールドレンズとは思えない、非常にいい作品になってると思いますね。はい、まさくまさん、ありがとうございます。最後に、チムニーさんから2枚。お疲れ様です。こんばんは、チムニーです。作品投稿のコーナーへお願いします。十数年ぶりにデジタルカメラを新調しました。ニコン ZFC の 28mm レンズキットです。このカメラ使っていて楽しいですね。フィルム一眼の隣に並べておいても全く違和感がないのも良いです。なのでデジタル写真を投稿してみたいと思います。カメラニコン ZFC。初登場ですね、ZFC の作例、確か。レンズ1枚目はスーパータクマ 135mm F3.5 M42 マウントアダプター。2枚目はニッコール Z28mm F2.8 スペシャルエディション。タイトルは1枚目が無題ですね。2枚目がみんな起きてということですね。それではよろしくお願いします。ZFC からデザインの元になった FM2 に流れ、フィルムカメラのさらなるブームにつながってくれるといいなということなんですけど、まあ、1枚目からなんですがね、これね、月を撮ってるのかな、これ松越しに月を撮ってるんですが、まあ、構図的には非常に良い写真になってると思います。月をね、左にずらしたあたりでね、で、まあ、1枚目はタイトルなしで、2枚目がみんな起きてってことが朝日なんですけどもね、これニッコール Z のスペシャルエディションのレンズということでね、直撃、光直撃食らってるんですが、まあ破綻もなく良い写りになっておりますね。センサーもなかなかの感じなのかなと思います。まあ、ZFC ね、APS-C ね、サイズの、まあ、センサーということでね、画質はと思うんですが、画質もなかなかいいということで、まあ、十分ね、いいカメラなんだと思います。デザインをね、重視したあたりがニコンらしくないところではあるんですがね、ニコンもこんなカメラ作っていいんだと思いますよ。まあ、どんどん売れてほしいですね。はい、ありがとう。チムニーさん、ありがとうございます。でね、タイトル画面なんですけど、非常に悩みました。今回、はっきり言って、レベルが高すぎます。チムニーさんの2枚目、まさくまさんの2枚目、かえでさんの2枚目、サムライジャパンさんの2枚目、北野隆さんの作品。もう全部ね、タイトル画面にしてもいい感じなんですけど、今回はね、まさくまさんの2枚目。これ、ペン EE でこの写真、E2 で撮った。ということで、値打ちがあると思いまして、この写真をタイトル画面にさせていただきます。はい、皆様投稿ありがとうございます。結構ね、投稿溜まっております。もうしばらくお待ちくださいませ。ではね、ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今回の投稿は、モンタロウさんの俺のカメラですね。
お仕事お疲れ様です。俺のカメラに投稿します。先日緊急事態宣言明けに飛騨高山に行ってきました。1枚目は立ち寄ったカフェで、ニコン DF3570F3.3 から 4.5。 2枚目は俺のカメラではないですが、ニコン D40AF35mmF2、今後もおタッキーさんの動画楽しみにしておりますということでね。まあ、1枚目のね、これはなかなかの写りということで、もうタイトル画面確定です。照明の影響でかなり緑かぶりしておるんですが、それがね、非常に印象的な写真になっておりますね。2枚目はこれニコンのプロスタラップかな、非常に面白い写真に、なっておりますね。この首から下げたところを後ろから撮る、これ誰かに撮ってもらったのかな。はい、モンタラさんありがとうございます。ここからは、久しぶりですね、やったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったのコーナー、今日はケンちゃんさんのやったですね。やったに投稿です。先日ジャンク品550円で落札したアルファ 7700i、シグマ2870付きです。外装はベタつきがあり、レンズはひどいベタつきでした。中は綺麗 でしたけど、 2CR5 で通電、各部良好、外装汚れベタつきありでしたが、ライターオイルで清掃して触れるようになりました。あとは試写だけですということですね。これね、画像を加工してあって、ちょっとカメラが浮き上がったようになっておりますが、まあ550円でこれはいいですね。まあ、フィルターもついておりますが、フィルター、コーティングはどうなるかちょっとわかりませんが、来たレンズはちょっと結構汚いですが、まあ、シグマのレンズなんでね、廉価レンズということで、まあ、状態が悪いのは仕方がないかなと思いますね。この時代のカメラね、まあ、プラスチックなカメラが多いんですが、どうしても加水分解でベタついてるカメラが多いと思いますがね、ライターオイルとかね、無水アルコールとかでね、落とせばね、ベタつきなくなるんでね、まあ、工夫して、使えばと思います。まあ、2CR5 が高いっていうのがちょっと残念ではありますが、存分に楽しんでいただければと思いますね。はい、というわけで今日の動画はここまでになっていきます。いかがだったでしょうか。次回はニコン F2 フォトミックプラス、T-MAX100 の現像液がスーパープロドールということで、T-MAX デベロッパーと、スーパープロドールで現像してどう変わるのか、ここがちょっと注目すべきところではあります。シャッタースピードの誤差はまあ誤差の範囲ぐらいになってくると思うんでね、作例にどう影響しているか、まあ定かではありませんが、まあ単純に比較してお楽しみいただければと思います。で、俺のカメラのコーナーとね、やったやっちまったのコーナー、投稿がもうなくなっておりますので、投稿ありましたらぜひ投稿お願いします。すぐに出ますんでね、作品投稿のコーナーちょっとお待ちいただくような状況になっております。はい、今日の動画はここまで。もう東京オフまでね、もう目前になってまいりました。もうまな板の上の恋ですけどね、今からね、あの中年オタッキーのサイン考えなきゃいけないなと思ってね、もう字下手なんでね、どうしようかな、サインしてっていう人もいるんで、どうしようかなと悩んでいるところであります。こんなサインするような人間になるような なってると思ってないんでね、練習も何も考えてないですが、そんなわけで今日の動画はここまで、また次の動画でお会いいたしましょう。高評価コメント、ぜひぜひお願いします。チャンネル登録もね、順調に増えていってるのは月100人のペースで増えていってるんでね、もうちょっとでね、5000人に到達するところ、あと300人ぐらいになってるんですけど、まあ、5000人に到達するとキャノン A1 をね、1名様にプレゼントする企画がありますので、チャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。はい、じゃあ今日の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではごきげんよう、さようなら。